本日は次期戦闘機の運用構想について話していきたいと思います。それでは行きましょう。次期戦闘機は2035年に退役開始が見込まれる航空自衛隊が保有・運用する F-2 戦闘機の後継機として2018年に策定された31中規模で国内主導開発が決定したステルス戦闘機です。2020年度防衛予算で初めて開発予算が計上された経緯に伴い、2019年12月に公表された我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要からは、それまでの将来戦闘機に代わり、次期戦闘機の名で呼称されている。2035年に退役開始が見込まれる F-2 の後継機として開発中の戦闘機である。敵に探知されにくいステルス機とされるそうです。2018年に国内企業主導による開発が閣議決定され、2020年度から開発が開始し、2035年からは配備が見込まれている。使用可能な飛行場に対して日本の領空・防空識別圏は広大であり、同時に中国やロシアなどの空軍力に対し数的な劣勢が見込まれます。その状況下で将来の航空優勢を維持するための戦闘機が求められることとなった。航空自衛隊の運用機は防衛政策上の必要に応じて装備の調整がなされるとされるが、これまで調達実績として米軍機として運用される前提で開発された F-35 や F-15 など米国製の機体を日本国内企業が政策に応じる形でライセンス生産により調達する事例が多い。ライセンスの性質上の理由から、機体の能力向上やシステム更新のニーズがある場合に、主開発源・開発国の協力が前提であり、例えば中核的能力向上を時期に合わせ、実現することの難しさにつながっています。また、主権国家としての持続可能な安全保障政策の観点から、関連する技術や産業の維持・育成の必要があるとされるとともに、膨張性の観点から複数機を並行的に運用する形をとり、国内技術を中核にした新戦闘機の開発の必要性があると議論された。開発体制は2019年9月の段階では国内企業が主導する方針が決定されています。外国と協業する場合の各種検討も2019年度予算に行われており、通信規格、並走の互換性にも配慮がなされていることが見て取れます。2020年10月頃に三菱重工が中心となる国内企業が決定し、2020年末までの開発パートナー選定が見込まれています。ネットワーク化した戦闘の中核となる役割が期待される。運用構想は2019年度の事前評価においては、陸・海・空・宇宙の各ユニットでネットワークで連結され、探知・攻撃の中核として運用される図が公表されています。次期戦闘機について、戦闘機の退役時期までに将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得する。そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手するとの明記とともに、国際協力の可能性も含めた日本主導の戦闘機開発が決定した。今回の次期戦闘機の運用構想について、皆様もどしどしコメント欄にお待ちしております。いつ、どんな時でも、私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからもより良い動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。